いやー、プロスピ実況ね、久しぶりさなんでね、まあ、どこ考えでもね、かなりやってんでね、まあ、あれがだいぶオーダーも変わりましたよ。まあ、いい感じで S 増えてきたんじゃないでしょうか。いや、でも、バッターがね、全然 S じゃないんで、まあ、見ての通りね、まだ、バッター、まあ、野手、S5 体しかいないのに、もうね、ピッチャーほとんど S になりましたよ。まあ、そんでね、こうね、ベストナインで引いた菅野ですよ、菅野。いや、まあね、最強とも言われるですね、まあ、菅野をね、まあ、大当たりを引いたんでね、まあ、投手はかなり良くなってます。で、まあ、そんでですね、まあ、本当は、侍ジャパンの S ラン確定契約書だから、2枚持ってたんで、なんかもらったやつと、イベント最後までやったやつだよね。まあ、だけど、1枚間違いで引いちゃったから、まあ、このもらったやつを引いていこうと、かなーって思います。それでは、いきますか。さあ、何が出る？まあ、S ラン確定なんで、さよならなんで。確定なんで、今この晴れないやつを、さあ、当たり来い、当たり来い。まあまあまあ、まあ、まあでも、まあ、野手出たんでね、いや、野手いなかったんで、あんまり。そんでですよ。さらに、まあ、この辺もね、まあ、S ランク確定、そして1回目 S ランク確定10連スカート。まあ、これはまあ、まあ、この2つは最後に引こうかな。まあ、S ランク確定3連発というわけですよ、今回の動画は。まあ、ガチは最後に引きますか。まあ、それですね、V ロード。まあ、ずっと進めてきて、まあ、そんで、ここまで来たんで、見ての通り。一番難しいのはね、基本的にクリアできないっぽいんで、だからこの手前のやつをまあ実況でクリアしていこうかな。どんなものなのかないわ。まあとりあえずまあこれもやったら独外でプレイオフまでは進みますけど。そう。あ、そうそう。そんでこれアップデートでなんか、これより球場が、なんていうの、ちゃんとしたっていうか種類が増えたんですよ。ちょうどホーム試合だから阪神甲子園球場一応見てしょっぱなから阪神対阪神。改めてお聞きします。この北条、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうです。高め打った。やばい。あ、むずいね。やっぱりね、うまくいかないんです。あれなんか自動で8点取ってくれたんだけど、8点は取った。9時間点差を詰められたくないこの場面。下の球種。我々はまあボールというものをね、真ん中で。あっという間に追い込んでいます。打者の内角をえぐるような投球でした。もうそう。ちょっと緩急をつけてね。この打球はわずかに切れてファウルボール。誰だか。誰どうだ。よし、オッケー。ボールを振ってくれた。バッターボックスには5番加山か。まあ加山はね、結構強いんだよね。抑えにしてるんですけど。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね。最後きっちり締めたけど危なかった。なんとか相手が打たないでくれた。なんだからね、時間かね。おらして。勝ちましたね、最初の試合。プレゼント、あでもこのレベルでもプレゼントの選手は D ランクだった。これバントレンジ本当難しいんですよ。いやまあ、これさ、こうやってやった。こうやってやるじゃん。ほんでさ、この円の中に収めないとさ、得点がもらえないんだよ。全然150点しかもらえない。そんでファウルボールのやつ0点っていう。一応ですね、こうやってさ、なんかボードさ、上げ、なんかこういうなんだけど、こういうのあるんだよ。本当はこの上の方にちょっと外していただいて、ボールを上げることによって、距離を短くして、真ん中に入れるっていうのは多分そうなんです。これここなんでしょうけど、でも、それだとファールボールになりがちっていう。これファールボール、でも、できる気がしないんだよね、これ。たまに成功するんですけど。ほんと無理よ。もうどうやればいいのこれ。まあ、このね、なんかこのさ、スクラッチのやつさ、前回の侍ジャパンの SKF ついてたイベントではそうだったけどさ、なんかこことここ、ここからこんな感じの3箇所してるといつも手に入るんだよね。なんなんだろう。なんか法則性やっぱあるのかな。まあリアタイやっていきましょうかね。最近あんまりリアタイやってないんだよな。新規開幕。それやってないか。やっていきますか。お、すがな、すがなですよ。これすがなが出てきまして。いや、まあ、すがなやっぱり強いよ、ほんと。ちょっと、今から見てもらいますけど。菅野の球種も多いしさ、しかもそれぞれのね、球種のね、なんか、なんていうの、強さも、まあ、変化量とか、なかなかすごいからね。いや、まず、守備がね、坂口から、B ランクがね、なんか、坂口のところにね、適性のある、なんだっけ、坂口、センターだっけ。センター適正なのでさ、なんか中で出ないんだって。バッターは2番に入っている西有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは有原、そしてキャッチャーは住谷。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。バッターボックスは3番。こんな早い段階で。あ、今の3三払ったのに。振り遅れた。いい角度で落ちました。ノーボールツーストライク。落ちたわね。最後まで予測できない方あるからね。引っ張った。すんげえ、すごい勢いで。すりやったらと思います。だから、菅野やっぱ強いんでね。バッターは青木。ベストはなかなか変化量がね。ストレートも速いしね。よし、これはいった、これはと。あ、この今宮。つい最近まで使ってた B ランクの S ランクの。これ、今のほんと、うわ、やべって思った。やっぱ菅野強いな。変化量もなかなか、変化量もやべえもんな。すごくいい内容を投げてると思いますよ。いい感じにアウト取って。相手は結構打ってるからな。きついんだけど、相手も阪神だから。今、最初4番バッターが入って。あ、ちょっと最初ストレートなんだよ。おし、これ行ったろ。ああ、しゅしゅしゅけ。LDC に出た。バッターボックスには5番西川。ヒットでランナーを一塁に置いています。西川ね、あんまりちょっとできない。初球は外。手元でするするっと逃げていくボールですね。まあ、ただそれは危ない。今打つとこだった。ボールだった。内側で差し込まれてしまいますね。そうですね。わあ、いかんて、それはね、ちょっとやっちゃったよ、完全にやっちゃったよ。もうタイガースダブルプレーでランナーなくなりました。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。西川ロペスはね、結構前の段階から使ったよね。A ランクなんだけどね、微妙に打たない。なかなか打ってくんない。なんかな、これあ結構前からこういう広島55とかそういう感じのやつが出てくる。これ何なんだろう。これさよならなんだよ、打たれた。突然取られた。やっぱ菅野はね、菅野が強いからなんとかしてくれるんだ、多分。菅野は本当にえぐい。これは、あー、ファウルだ。このところからのね、圧倒的変化力を失えたのは、あと何なのこのファンスに見せています。よし、フライドを取ってアウト。相手がね、なんか打ってくれるからね、アウト取りやすい。これでも初球で打ってくれるからね、本当アウト取りやすい。まあこれで延長戦ですか。なんか3回に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは田村。タイガースキャッチャーなんであんまりね、めっちゃすごいんだけど田村は。キャッチャーはさすがにね、まあなかなかね。なるほど。この打席のおーしてきた。というこれね、1、2塁から始まるからね。こういう感じに流れてきてるよ。ピッチャー変えてくる。いや、まずだ。ああ、今、ストライクか。悪見えないって、たまに分かんないみたいな。うわ。あ、惜しい、タイがここで来る。最強バッター、いくですよ。伊藤は本当打ってくれるんだよね。高め際どいがゴールになります。これなんか後ろマジかよ、伊藤だったのに、せっかく伊藤だったのに。ただね、まあここで抑えればね、引き分けなんでね、なんとしても抑えたい。おしゲッツーランナーが三塁の方に出るみたいな。さすがにあの分まあ決めればサヨナラですからね、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。これはあとあセーフかセーフか。この得点勝った。あ、勝った勝った勝った。おっしゃ勝った。まあスカートをね回していきましょうか。さあ、まあ、さっきのね序盤のね S ランク、まあ、だいぶあった契約書を先回してまあ1人 S ランク手に入れてで続けて2連続、まあ、合わせて3連続で S ランク確定ガチじゃないかというのは、はい、では切っていきましょう。誰が出る S。ボルシンガー聞いたことある、次聞いたことあるんだけど。あ、しかもこれ確定は別じゃん。さあ確定は野田。なんで投手ばっか出てくるんだよお前ら、ふざけんなよ。ちょっとだ、ついに投手ついに全部投手が全部 S になったんだけど。マジか、バッターが出ない。とりあえず、そうだなんか S ランク、選手いっぱいやったから選手ちょっと整理していきます。で選手整理してきたんでね、まあこの S ランク確定福袋10連ガチャを引いていきます。sedang berada di mana? Oh, これはすごい試合がホームランで逆転されるので一番いいです。 B がついてますね、確かに。え、あれ持っていってみるはおおお北条の S ランクマン。いや、あんだけすごい演出しといて S ランク1人か、確定で。まあでもいい。ただちょっと、まあ結構点入ってことなんでね。 とこの S ランクを使ってね、オーダーをちょっと組み直していきますか。まあベンチのボールシーンが悪くないんでしょう。まあどうせ強化する前に試合に手がかかりまして、さあこれついにピッチャーが全員 S ランクになりましたよ。あれ確かまあ投手野手もね2人ぐらい出てるこのこいつカーデン S ランク。おっ上林がちょうど使う力をさよなら B ランク。 さあついに B ランクが1人もいなくなってね、まあ、この北条 A ランク北条は S ランク北条に変えていく。今オーダーこんな感じになりました。まあ S が確定3連続でね、まあ S がねチームに3体増えたんでね、いやーなかなかもう S の割合が結構高くなりましたよね。ピッチャーも全部 S だし、あとこんな感じでね、 まあこういう感じでチーム強化して、まあ、リアタイで、ね、ちゃんとまあ勝てるようにやっていきたいですよね。はい、それでは今回は5倍、それではまたこの